どうも KB です、今日はですね、なんと言えばいいんでしょうね、まあ、人それぞれ捉え方はいろいろあるとは思うんですけど、8分の6拍子パターン、もしくは、スローロックパターン、もしくはブルース系のパターンという感じで、いろいろ使われる、よくあるパターンですね。なのでこれは、しっかりと、できるようにしておいてもらいたいところなんですけど、でこれも、今8分の6拍子って言ったんですけど、譜面の書き方とかで全然変わってきてしまうんですよね。その8分の6で、書くことも可能ですし、あと別に3連その4分の4拍子でもその3連系のパターンという風な解釈もできちゃいますし、なので、音符の書き方もしくはジャンルとかによって全然変わってきますね。まあ、とりあえず、そのパターンをちょっとやってみたいと思います。という感じですね。気をつけなければいけないところは、今のは、そうですね、3連系、まあ、ブルースっぽい感じでちょっとイメージしてやってるんですけど、3連系にすると3つずつじゃないですか。なので、拍の頭ちょっと、どこが拍の頭だよっていうのが分かる感じにしてもらえると、いいんじゃないでしょうかね。まあそれだと、まあ、ロック系のパターンでもありますけど、まあ、8分の6拍子とはまたちょっと違うと思ってもらった方がいいかもしれないですね。まあそんな感じで、とりあえず形だけで言ったら、今言ったように8分の6だろうが、ブルースだろうが、ロックだろうが、基本的な形はこうなってくるとは思うので、で、最近ちょっとこういう感じなパターンってなかなか使う機会がなくなっちゃってるとは思うんですよね。だけどそのいざこうやってみると、意外とその曲で使えたりとかっていうケースもありますし、あとそうですね、昔そのそうですね、僕が加入する前のバンドの時とかで、そのバンドが8分の6拍子の曲があったんですよね。でやっぱりこう他のドラマってそのストレートをやらせたらうまいんですけど、3連系の方になったらなんか途端にできないっていう人がやっぱり多かったらしいので、なので、こういうのも、ちゃんと練習しておいてもらいたいと思いますね。使う機会は少ないですけど、まあそうですね、3連はその割とできるようになるとバリエーションが広がるので、ちょっと俺こんなのやらないからいいやっていう感じじゃなくて、ちょっと手を出してもらえたらなと思いますね。以上です。